大陸疾患後の中華民国石膏省石膏省は中華民国に存在した省。現在の中華人民共和国石膏省の大部分に相当する。新大の石膏省の管轄区域をほぼ継承している。東は東シナ海、西は安岐省及び厚生省、北はチャンス省、南は福建省に接していた。1911年。 侵害革命が勃発すると11月4日に、石膏新軍も、決起、17日に、甲州に、石膏軍政府を設置、全省を、加工、湖州、金華、区。1912年7月、石膏都督府管制に移居し、都督府のもとに、民政、財政等の43省を設置した。1914年5月23日、民政庁を順安しと、解消。 さらに1916年7月6日に省庁と解消されている。1926年12月15日、中国国民党石膏省党本部は、石膏省の最高政務機関として、少林寺政治委員会の設立準備に着手、翌年1月8日に県に成立したが、省庁は、区域県での政務を続行していた。1927年に発生した、上海ターは、 南京国民政府に属した。4月18日、南京政府は臨時政治委員会を解体、新たに小政務委員会の設立準備が進められ27日に正式に成立している。7月25日、政務委員会は小政府委員会に改編されている。1 9 3七年、日中戦争が勃発すると十二月に、石膏省は日本軍の勢力下に置かれ、 1940年以降は、王朝明政権の実行支配下に置かれることとなった。1945年8月、日本の敗戦に伴い王朝明政権も崩壊。石膏省は再び国民政府の実行支配下に置かれ、1946年5月7日に石膏省政府の改変を指示している。1949年5月3日、人民解放軍は、 小と甲州市を占領し、すでにこの時点で、石膏省の大部分の地域で、国民政府は、実行支配権を喪失していた。石膏省政府は、長山に移転し、長山群島や大鎮島など、沿海部の島々を拠点に、共産党に対する軍事作戦を継続した。しかし1950年5月になると、長山戦役によって、長山軍島も、 人民解放軍に占領され、国民政府が実行支配する領域は、大陳列島、一鉱山島、飛山島、頭門山島、両山列島、南島など、石膏小東岸の一部当初のみを維持するにまで追い込まれた。そのため、石膏省政府も中華民国国軍と共に、一旦台湾へ撤退し、活動を停止した。1五十一年九月、 国民政府は、古装団を大陳島に派遣して、公設総部を設置し、その下に、石膏省政府を置いて大陳島など御礼県、臨海県、平洋県、玉館県の4県と量産、竹所の2館区を管轄させた。1953年8月に、石膏省政府は台湾に移転し、石膏省政務所となったが、さらに1954年9月1日には、 石膏商大、鎮区行政、正し差し制員交所となり、その管轄下に4件1万8千数人が置かれた。1955年1月18日、人民解放軍は、数江山島戦役を開始し、1月19日に一鉱山島を占領した。これを受けて、中華民国政府は2月8日に大陳島の放棄を決定し、アメリカ第7艦隊の護衛のもと住民及び、 守備隊は台湾に撤収した。2月11日の撤収完了後、国民政府は、石膏省大、チンク行政、正しさし政員交渉及び、石膏省政府の廃止を宣言した。1912年、紹介奥義県に設置。1927年以降は新設された甲州市に移転している。同性、編集1913年1月8日。 北京政府が発布した閣議例により3月をもって全国に同性施行が決定されたが、財政問題をい。され、1914年5月23日、同感性に居挙し無知性が施行された。1916年5月30日、同感性が国会の承認を得ていないこと、また、未知員の職権が庶民成長と重複することから未知性が廃止されている。 しかし1917年1月22日、北京政府は未知性の復活を指示している。1926年末からの北伐により、北伐軍が1927年石膏省に進駐すると、知性は自然消滅した。研究行政区画、編集1912年、不調制度の廃止に伴い、各行政区画は、県政に統一された。 中華人民共和国成立直前の管轄権は、下記の1市79件。行政正しさつく、編集行政正ししつ制度は小政府と県政府の間に、中間行政機構を設置し、各県を監督させる制度である。1932年5月31日、石膏省県政正しさ市選委員招定に移居し、全省に12区の行政正しさつくを設置した。 同年8月行政院が発布した行政ただ視察区山工条例により前省は6区に再編されている。その後1935年6月に9区、1940年1月に10区、1943年に13区と改編された。1947年実効支配を回復した国民政府は広州市、福井県、昭山県、 海意見を小政府直轄とし、それ以外をロックに分割され、1949年の中華人民共和国建国まで添い重ねされた。研究行政区画、編集行政正しさつく、編集、臨時政府内務行政企業、同法雑誌13巻第7号1916年7月10日、政府広報第373号1917年1月23日、 臨時政府内務行政機を国民政府広報第689号1931年2月4日。ありがとうございます。